10周年だよ、集合。イッシー大調査始まるよ。始まるよ。生物なんですね。1961年頃から目撃されているユーマです。ではそのイッシーは一体どんな姿なのかというのを、想像像ですね、ちょっとこのホワイトボードに書いて皆様にご紹介したいと思います。それではちょっと説順番にお願いできますか。もう想像図でいいです。どんな C が出てくるんでしょうね。できました。はい、それではちょっとお見せください。はい。皆さん見えますかね。こんな、これがちょっとデッツ全体のイッシーらしいですけど、でも状況ですね。いや、ここが、足4つで尻尾と これだけですね。シンプル、すごくシンプル、分かりやすいんですけど、これがイッシーですね。なんで足黒いんですか。いや、分かりやすいかな。ああ、はい。これ触覚みたいなのが2本出てますけど、これはどういう、イッシーっぽさです。イッシーっぽさですね。尻尾からも触覚出てますけどね。これイッシーですね。イッシーっぽさです。イッシーですね。なるほど、こういう感じになったんですけど、実はですね、イッシーっていうのはここ池田湖にはですね、巨大ウナギっていうものが生息していまして、1メーターぐらいのですね、ウナギがいるんですね。実はそのイッシーの正体っていうのは超巨大ウナギではないかという説もあるんですね。そして目撃証言の中にはコブがついていたと、水面にコブが泳いでいた、コブを出して泳いでいたという目撃情報もあるんですね。その超巨大ウナギとコブ、この2つを踏まえてもう一度ちょっと想像図書いてもらえますか。コブついたウナギってことですよね。そうですね。コブついたウナギかどうかわかんないですけど。まあ、行きます。危険な眼差しで書いてますけど、ちょっと今3つですね。ちょっと詰めよう。できました。はい、じゃあお見せください。ちょっとこれ来ましたね。ちょっと見てください。これがコブがついた巨大ウナギなんですけど、ちょっとツッコミどころが多すぎて一つずつ処理していきますよ。これまずですね、多分だと思うんですけど、これコブですよね。コブです。これ、うなぎだと思う。はい、なるほど。あ、じゃあこれが、目、口で、ヒレですか。まあ、ですね、ヒレ。あ、なるほど。全長何メーターぐらい。巨大なんで100メーター。100メーター、めちゃくちゃ長いですね。コブが30メーターありますからね、これ。すごいコブ、反転ありますけど、これ。個体差あると思うんで、大体100から200ぐらい。だいぶありますけどね、
なるほど。まあこれが、まあ鉄順単位の創造する石だと、はい、我々はこれを探しています。こちらは、イッシーの餌ですね。こういったお菓子や、こちらイッシーのぬいぐるみ、それからキーホルダー、そして耳かき、こちらにはですね T シャツもあります。これ僕にサイズぴったりですね。まあ、池田湖にはお土産屋にこういった一新グッズもたくさん売っていますので、ぜひご購入ください。何やねん